快適アートサード塗り絵チャンネルです。間が随分空いてしまったんですが、快適アートの第2弾のポストカード塗り絵の解説の投稿を再開したいと思います。ちょっとその前に画材についてだけまとめた動画を作ってみました。1回1回の解説動画では細かく解説していないので、使っている画材を1本の動画に今回まとめてみました。前半はポストカード塗り絵に使っている絵の具などの画材紹介、後半は最近買った絵を描く時の便利アイテムなどの紹介をしますので、よかったら最後まで見ていってください。チャプターで分けていますので、必要な部分だけ見ていただくこともできます。それではまず塗り絵に使う画材の紹介です。着彩には吉祥の顔彩24色セットを使っています。必要な色が揃っていて手頃な価格で購入できます。顔彩の代わりに水彩の具を新しく買って使ってみたいなという方には、ターナーさんの透明水彩の具のセットがおすすめです。18色セットか24色セットで買うのがおすすめです。本格的な水彩の具でありながら低価格で使いやすい色が揃っています。そしてキラキラ系の色はこちらの呉武さんの顔彩炭美スターリーカラーズセットを使っています。絵に使うのはだいたいこの3色のうちのどれかを使っています。6色セットなのでこういった淡いメタリックのカラーも入っています。こういう淡い色は薄く重ねるとすごい上品なツヤが出るので、そういうアレンジに使ってみてください。顔彩は単色でも購入できますので、画材屋さんなどで必要な色だけ買うこともできます。筆はターレンスのバンゴッホビジュアルブラシ6本セットっていうのを使っています。見た目が似た別のセットとかもあるので、詳細は概要欄の Amazon の URL からご確認ください。あとは面相筆で名村さんの筆を使っています。金で細い線で色を入れたりするときは、私はこういう形の日本画用の筆が使いやすいなと思って使っています。これくらいのサイズの絵を塗るときは、こういう結構細い筆が何種類かあると便利です。あまり大きい面積の塗りがない塗り絵なので、細めの筆のセットが使いやすいと思います。パレットとしてお皿を使っています。こんな四角い皿をいつも使っているんですが、これはダイソーさんの100円の皿です。陶器製の皿をパレットにすると色素沈着とかもないし、拭いたり洗ったりするのも結構簡単なのでおすすめです。新しく買ってきてみたんですけど、ダイソーのオリジナル商品でホワイト長方皿約 24cm×9cm っていうやつです。セリアの方でも似たようなのあるのかなと思って探したら、こんなのがありました。これは色を貯めておくことができるので、例えば背景色でいっぱい使う色を2色こう作っておいて、まあ、グラデーションで使っていく時なんかはこういう形の皿すごい便利だと思います。パレットとして使う皿を選ぶ際は、ツヤっとした凹凸のないものを選んでみてください。次はあると便利な画材です。まずはこちらユニボールのシグノのシリーズです。金とかとても使いやすくて発色がいいのでおすすめです。同じシリーズでペンの太さが何種類かあるんですけど、太字を選ばないとなかなかインクが出なくて発色が悪いので、全て太字を選んでください。あとは金色だとポスカもおすすめです。ポスカの金はすっごい発色が良くてたっぷりインクが乗るので、すごく豪華なキラキラ感を出すことができます。ペン先はそんなに細くないので、細かい線を描くというよりかはドットを描いたりとか塗りつぶしたりするのがおすすめです。あとは呉武ジグのクリーンカラーリアルブラッシュも便利です。塗り残しや小さい範囲の面積をちょこっと塗ったりするときや、あとは色を少し足したいなって思ったときに塗り重ねるのに便利です。次は最近私が使っている絵を描くときに便利なアイテムを紹介します。まずはこちらセリアのメイクブラシスタンドです。筆って実は乾かすときに下を向けて乾かすのがいいって言われてるんですが、洗濯バサミとかで吊るすのも結構面倒だし、私はこんな風にもう平置きで寝かせて乾かしていました。
多分 X かなんかで誰かの投稿で知ったんですけど、このメイクブラシスタンドがすごい便利だということで買ってみました。これ一応バーコードを写しておきます。なんか商品を探すときに便利になるそうです。折りたたみ式でこんな感じのスタンドになります。このお花柄の部分、可愛いだけじゃなくてこれがすごい重要で、このいろんな形の穴で筆をキャッチするようになっています。洗った筆をこんな感じで合いそうなところの穴にぐにゅっと入れて固定すると、こんな風に穂先を下に向けて乾かすことができます。平筆とかはちょっと難しいんですけど、この一番太いところまで行くとだいたい止まるので、そこで固定します。筆によって合う穴の形が違うので、自分の持ってる筆でこれはここだなっていうのを探しながら入れていく感じです。試してみたんですが、相当特殊な筆でない限りどんな筆でもだいたいこれで乾かせます。これは日本画の筆なんですけど、こういうのはもうさすがに無理なので、ハケとかこういうでっかい筆は別の方法で乾かすしかないです。あとは台紙についてなんですが、今回のポストカード塗り絵には厚紙をつけておりません。第1弾のブックタイプには裏表紙に厚いボール紙をつけていたので、そのままマスキングテープで固定して塗り絵を楽しむことができるような豪華仕様にしていました。第2弾のポストカード塗り絵はもしマステで貼って書く場合は各自厚紙か、板か何かを用意していただく形になります。私は使わなくなったスケッチブックを使ってこう貼り付けて書いてるんですが、ちょっとこれリングが邪魔なんですよね。で、最近カッティングマットをセリアで購入したんですが、あれこれ塗り絵のやつにめっちゃぴったりやんって思って紹介してみます。私が買ったサイズがですね、ちょっと微妙に合わなくて長細すぎたんですけど、 A5 サイズくらいの本当にいい大きさのやつがあったんですよね。なのでもしカッティングマットいいなって思ってくれたら、それを買ってみるのもいいと思います。私は多分次行った時に買おうかなって思ってます。で、セリアには黒とグレーがあって、ダイソーには多分緑があったかなと思います。ちょっと店舗によってバリエーションが違うかもしれないんですけども、 A5 サイズのカッティングマット売ってました。最後のおすすめがこちら、水の激落ちくんアルカリ電解水っていうやつです。水彩絵の具は水だけでも十分落としやすいんですけど、もしアクリルガッシュとかアクリル絵の具とか併用して絵を描いてる時にこう間違えてこう絵の具皿で使っちゃったりとか、机を汚してしまった時、これをかけるとすごいよく取れます。そして洗剤とかが入ってないので、二度拭きとかもいらないし、すごい便利です。ということで、塗り絵解説に使っている画材と便利アイテムなどを紹介してみました。概要欄にも詳細をまとめておきますので、そちらもチェックしてみてください。今回の第2弾の塗り絵の解説はかなり厳選した画材で、シンプルに塗っていこうというコンセプトでやってるんですが、皆さんお好きな画材でどんどんアレンジして塗ってみてください。これ100円の商品を組み合わせて最近 DIY して作ってみました。なんか100均に行くとなんかすぐ DIY したくなるんですよね。これはセリアの白のティッシュケースなんですけど、上の部分を木目調にしました。実はこれ天板だけリメイクシートを貼ってるんですけど、このリメイクシートは本物の木で作られているタイプなので、綺麗に貼り込んでヤスリがけするとめちゃくちゃ木っぽくなります。そして実はこれターナーの U35 のマットメディウムで表面処理しています。なぜかというとですね、このリメイクシート本物の木でできているので、こんな感じで水を吸収してしまいます。で、こっちはマットメディウムを薄く塗っているので、質感はそのままで撥水加工になってます。これメディウムにちょっと透明感ある絵の具とか混ぜて色も変えれたりするので、なんか楽しいなって思ってます。メディウムを塗った後、細かめのヤスリで若干ヤスってあげると、より木の手触りに似た感じになりました。
自己満足のティッシュケースを見ていただきありがとうございました。ということで、おまけ部分は終了です。また次の動画でお会いしましょう。